ジュちゃん、はい、今日ねバス乗ってね、うん、不思議なことがあったの。どんなこと？うん、あのね、うん、あのシルバーシートってあるじゃないですか、はいはい、シルバーシートおじちゃん、はい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 、でシルバーシートおじいちゃんおばあちゃんたち誰も座ってなくて、はい、他のシート普通のシート、はいはい、全員おじいちゃんとおばあちゃんだったの、はいはい、そこだけ空いてるんだ。そう、そこだけ空いてる、はい、でなんていうの、俺が入ってったら全員がジロって見て何が悪いのよっていう顔されたのね。あ、まあ、難しいところですね、でも思ったんだけど、はい、俺シルバーシートって前からね撤廃するべきだと思ってた人間なのよ。あ、聞いたことあります。そっか、うん、なぜかっていうと普通いたわんの当たり前じゃんっていう、譲るのがね、譲るのが、だったら逆に全部がシルバーシートにすればいいと思ったの。ほうほう。うん、でもあれシルバーシートって僕老人とかっていうかの方々っていうか年配の方々にすごい失礼なシートのような気がしてきたの、はい、それを見て、考え方によっては、うん、考え方によっては、だったらじゃあ全員で全部なんていうかみんな譲りましょうって書いときゃいいじゃん、はい、僕は逆にあの子供たちは立たせろよとかと思う時がある。あ、まあでもバスは危ないけどね、まあ、電車の中でもう平気でこうこのほら靴履いたまんまさ、あの窓をこう見ちゃう、あ、そう、座席についちゃったり、そう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 、取れよ、うん、あとちょっとラジオを通じてちょっと言わせてもらいたいのが、電車乗ってて私立学校の小学生の子たちが乗ってくるのはいいんですけども、はいはい、小さい子結構野獣化してます。野獣？あ、そう、はい、結構うるさいです。おお、なるほど。で、あのそれなんかまあちょっとなんですか、進学校みたいなんですが、はい、ちょっと一回見てあげてください。なるほど。電車の乗客みんな迷惑してますので、自分とこは大丈夫ではありませんから、よろしくお願いします。はい、ということで今日も行ってみましょう。セタチュン、いっちゃんのほんのりさじ加減。してくバレーション、夢を語り上がったあの日の微笑みを取り戻して。ほんのりさじ加減は金プロダクションの提供と東京ダンス&アクターズ専門学校のスタジオからお送りしております。はい、ということでですね、はい、もうね、この間からね、俺緊張しまくり、ゲストさん今日が来ると怖かったでしょ、本当は。とかつって、怖かったでしょ。怖いって思うじゃない。あの先輩にはね、かなり仕事が、あ、いる。怖い怖い。大野さんの匂いがする。今日ね、餃子の王将で餃子食ってきたんだ。ごめんね、本番前に。だからか、もうね、やる気ムンムンで、あ、ムンムンじゃない、やる気満々できてる、ね、だと、あの、大御所ね、まだ三井さんとかね、いろんな来てます、ね、いろんなのがなって、ゲストさんどうもどうもどうもです、こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんにちは、おはようございます。てか、ちゃんと紹介しようよ。紹介しましょう。ということで、今日ちゃんとしよう、はいはい、ということで、はい、今日のゲストのショッカー大野さんと三井秀樹先生と、はい、そして三井さんの手下の、はい、かわいい子を連れてきました。声出して。はい、宮崎ゆいです、よろしくお願いします。かわいい。そしてはい、神木ゆうきです、よろしくお願いします。うわー
はい、そして私ショッカー青野です。まだ名前言ってねえし、まだ名前言ってねえし、紹介しねえからじゃん。そしてもう一方いらっしゃいます、はい、またですか、三井です、トンボです。はい、今度はね、ちゃんと XL サイズなんでちょっと可愛い子を用意しようと思って、ね、はい、今日もね、グタグタなね、さじ加減になってしまいましたけども、はい、もうね、昔からね、あの三井さんもショッカーさんもそうなんですけども、はい、もうショッカー先輩はあのラジオの方でね、昔、はいはい、FM センター街でしたっけね、あれやりましたね、やりました、あ、違う、三軒茶屋のキャロットタワーかなんかでね、キャロットタワ ー、 そう、人参ビル、そう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 、人参ビルね、そう、ショッカーさんが番組その前にやってて、サテライトで、その後私、ショッカーさん終わった後に僕が収録だったんですけど、ね、そのまま出せっつってね、出せっつって、もう縦社会ですから、縦社会だね、もう私もね、ずっとショッカーさんお会いしたかったんですよ、実は、はい、もう数十年前から存じ上げてるんですけど、はいはい、いろんなところでも知り合いが知り合いだったりとかしてるんですけども、ニアミスはいっぱいしてたんです、もう本当、三井秀喜さんというお名前はもう存じ上げておりましたので、本当今日お会いできて本当嬉しいです。とんでもないです。で、僕お二方とはもう本当に長いお付き合い、はい、僕にとっては、ね、もう純ちゃんとは ね、もう本当四半世紀以上の四半世紀ですよ、近い近い、本当そうそうそう、マジで学研アニメ友の会だから、もう25年以上前ですから、学研アニメ友の会、アニメディアとかアニメコミとかね、だからね、まだ世にね、少子化というのがそろそろ来始めて、で読者をこのまま獲得しとくには、アニメ雑誌もただ出しゃいいんじゃなくて、でもうエヴァンゲリオンみたいなああいう大ヒットがなかなか作品がね少なくなってくるから、どうやって読者をね、こう止めておこうかみたいなことで各ね出版社も考えたわけですよ。で、学研はあのアニメ友の会っていうのをやってみたいんだけど、うん、ちょっと小野さんどういうことをしたらいいっていう相談を受けて、ええ、あ、それはもう簡単ですよと、声優イベントを全国でやるってね、あ、そっから全国に広まったってことですか。そうそう、当時やっぱり東京、大阪で百歩譲ってちょっと大きい時に名古屋で、もうちょっと行くと、まあ、仙台、広島、札幌まで行きゃいいけど、そこまでなかなか行かないでしょ、そうそう、東京、大阪で終わっちゃうから、だからそういうところに、例えばもう全然そういう声優さんが来たこともないような場所に声優さんを連れてって、うん、はい、で声優さんファンのとか、まあアニメファンの子供たちを喜ばせてあげられたらいいかなっていう企画を出して、うん、で、じゃあその声優さんの友達にいっぱい来てもらえばね、いいかなと思って、第1回目のゲストが金丸純ちゃんだ。そう、あれ、マーマレードボーイやってる、サイバーフォーミュラ、あ、サイバーフォーミュラ、その頃ですよ。で、いきなり新潟行ったんだもん。そうなの、はい、ま、すごい人だった ね、もう本当に。で、君たち声優さんに会ったことある人ってシーンだよね。あ、アニメのイベント行ったことある人シーン、それはそう、やないんだから新潟では。初めて行って、で声優さんにも会ったことない、じゃあ今日みんなね、初めて、生まれて初めて会える声優さん僕だよってまあ MC なんで、まあ一応ね、たまにちょ、たまにちょこっとアニメもやってますから、で、嘘嘘、この後ちゃんとしたゲスト呼びます、金丸純一さんですって、みんなギャーってギャーそうそう、助けて、いや助けてそうそう、うん、で結構全国回って本当九州とかも、あの福岡だけじゃなくて、うん、熊本とか、ね、うん、あのそういった佐賀とか長崎とか、そういうところ行って、そういうところにいきなり目の前に野沢雅子さんが出てくるとかね、で誰が来るかは言わないの、いや、あの楽器アニメってものからの会員の誰かが来てくれますよっていうことで、一切あの秘密にしといて、で熊本にはね、神明さんと、だからそれまでも同じような、さっきのそういうつかみをさしながら、最初に「お声優は僕だよ」とか言いながら「本当の声優さんはこちら」っつって「野沢雅子さんです」っつったら、もう本当教室ぐらいのところに50人ぐらいですよね、やっぱり地方でファンが集まると、その距離で目の前に野沢雅子さん来て、すごい、で、オス、オラ、悟空だとか全部やってくれるから、ね、やってくれるよ ね、だからもう子供たちがもう固まっちゃったり、もう泣き出しちゃったりね、泣き出しちゃう、いや、感動で泣き出しちゃって、感動でね、感動で泣き出し、そんなことありえないみたいなね、近い距離、うん、で、神明さんとかも、ほんと目の前で全部やっていただいて、りょうちゃんもっこりとかさ、やってくれたり、りょうちゃんもっこりっちゃったり、いや、なんでもやってくれる
だって握手会なんかみんな手震えてるもんね。やっぱなんかもう純ちゃんは一番最初 の, その新潟の時もそうだし、で神戸の時も来てくれたし、ね、それから福島だから行きましたね。あそうであと、ね、岩手盛岡もずいぶん行ってるね純ちゃんとね。そうで盛岡行ってね、ちょっと今日のここの放送では言えないんだけど、この間純ちゃん来てくれたけど僕のラジオでは言いました、セーラームーン事件とかあったんだけど。まあこれは後でこっちに後でググりましょう。あのこれはあの私のラジオの聞いていただければ今でも聞けますので。そうで三井さんは僕本当に先ほどからねあれだけど、僕本当初めましてなんですけど、お名前はね、あれだったんですけど、で三井先生がこのショッカー王のこの熱血ヒーロー、黙ってるショッカー王の、ショッカー王の熱血ヒーロー日記という漫画を、もうだからね、あのまあ本当ぶっちゃけ言っちゃうと、はい、まあ、だからあの大野さんがラポートいらっしゃった時に、私はアニメック月刊アニメックやったんですね、はい、私も一アニメファン で、はい、あの銀映社に出入りしてたんですよ。あファンロードのねこれで分かる人がいたらすごいと思うんですけど、ファンロードのすごいディープな単語が出てきますけど、はい、それでもうね、その親会社っていうかね、そういう感じでもう、あこんなすごい人がいるんだ、でその特撮の裏側を全部これ書いててくださって、そういうもうある意味、ね、特撮の私にとってのバイブルだったんで、ありがとうございます。聖書ですね。もうそうですね、もうこれを見なかったらこの道に進まなかったかもしれない、ある意味責任取ってねっていう。それはあの何年の出版、1989年ですか。5月15日って書いてある、1万5000年前ですかね。そうですね。なんでやねん先生は、なんでやねん突っ込んで、そうそうそう、あのスーパー戦隊シリーズのね、まあ、今もつながってますけど、その戦隊のもともと僕スタントマンをやってたの でそのスタントマンの裏話とか現場のお話をこう諸先輩方に話をしてたらですね、お前面白いからこれ本にしろよっていうんで、最初まあエッセイみたいなのを書いて、そしたら編集長がその僕のエッセー、まあ、ライダーキックは痛かったっていうんですけど、はいはい、それを見てお前これ漫画にできるじゃんって言うんで、漫画版にしたのがこの熱血ヒーロー日記という。絶対面白い、はい、もうね、だってね、もう元の出版社がなくなっちゃってるから、あみんな手に入れようがない、手に入れようがないんですよ、はい、この本ですね。電子書籍しましょうか。いや原作の僕も OK だし、これを書いてる小野俊弘って漫画家も、うん、もう本さん任せますよって言ってるんで、はい、勉強になるよ絶対。今見たけどなんかこう面白いですね、はい、やっぱり、うん、ありがとうございます。戦隊もの ねこの裏話とかいろんな、そうそうそう、初期の頃のね、そういった爆発はこうやってできるとかね、あれセメントとかそういう話を、ショッカーさん最初アクションの世界から、そうですね、はい、もう40年近くなりますね。気がつけばまだ僕生まれてませんね。そうでしょ、はい、いやいやいや、僕も3歳ぐらいでやってました。いやいや生まれてなかったのは多分こっちの女の子たちだと思うんですけど、そうそう、お嬢ちゃんたちはねまだお父さんの中にすらいない時期ですね。お父さんの中にすらいないもうまたアダルトな世界になってきましたけれども、で、まあ、ちょっとまあ、はい、今日はね、うん、おじさんばかじゃなく女の子の方も行きたいと思うんで、ちょっと心を洗われるようにお願いします。今日は宣伝ですよね、まあ半分、はいはい、今度あのまあそういう形で脚本家になって、今度あのドラマ CD をちょっと書かせていただくことになりました。でそれ の出演者の女の子たちなんですけども、はい、では説明をどうぞ。はい、ドラマ CD のタイトルが、はい、妄想は愛であるという作品なんですけれど、はい、これが私が演じる乃木さやかちゃんという女の子が私立あずま女子高等学校に通っておりまして、はい、そうすると暇を持て余した最強の生徒会長近藤誠ちゃんという子が乃木に妄想部を作れという指令を出すんですね。おお、妄想部。そうなんです。妄想部。ただ部を設立するためには最低部員7人と顧問の先生が必要ということで、乃木はみんなの妄想を叶えて部員にしていくということで、あなたの妄想叶えますというキャッチフレーズで活動していくんです。俺の妄想叶えてくれる、純真なもんじゃなきゃダメです。純真じゃなきゃ、純真ですよ。なるほどね、はい、で、神木さんは女の子たちがなんと、はい、なんと、はい、何名？22人いるんです。妄想する人が22人もいるんです。そうです。はいはいはい。で、叶えるの。で、神木さんはその妄想する人の。あ、そうです。部員の一人で、乃木先輩があの私の先輩で、高校2年生なんですけど、私の
山下圭ちゃんっていう役が高校1年生で、はい、新入部員という感じで。あ、でもまだ部員にはなってないんですよ、はい、あ、なってない、うん、そうなんです。部員になっていくお話を今これ4月にちょっと CD 発売させていただきますね。中古を展開していく、はいはいはい、CD ドラマとかで、CD はどちらで発売になるんですかこれ。はい、どちらなんでしょう、これはアニメイトとかですか。あ、アニメイトさんで、はい、急にあのスタジオにいるスタッフにさ、聞けよみたいなこと言って、スタッフの方も声出していいか悪いか危うく放送事故でしょう。それどうなのよ、はい、でこれはあ、アニメイトとかで買えるってことね、はい、あとアマゾン他にも今、ね、ネットラジオ、はい、あの声出していいということなので、放送アイデアのプロデューサーの向井明です。よろしくお願いします。ハマイはまあアニメイトさんとか、あの、いろんな虎のアナさんとかいろんな各店舗さんで展開させていただきますので、はい、はい、楽しみにしててください。ね、楽しみだ。大好きでした。妄想でアイデアで検索していただければ ね、はい、もうツイッターなりホームページとか出ますので、はい、はい、三井先生がお書きになってるんですよね、お話の方は。というかね、あの不思議なことがありまして、あの実は去年にちょっとある豆川さん の忘年会があったんですね、でそこで女の子がチラシを配ってて、おー、あー、こんな女の子いっぱい出るのがあるんだと思って振ってみたら、あれプロデューサー知り合いじゃん。そうだ、おーい、チラシ見たぞ、なんかやらせろって言ったら、じゃあドラマシーンにしましょうって言ってもらって、なるほどね、そういう感じで、ね、ですんで、なんとかもう皆さんにも楽しんでもらえるものを作っておりますんで、ぜひぜひね、聞いてみてくださいね、はい、三井先生の妄想がかなり入ってる可能性も、ね、それはすごいですね。いや、もうふんだんに入ってますね。あの入りすぎて今ちょっと、ふんだんにチェックが入ってます。結構チェックして、やっぱ人ってつながってるんですよね。たまたま行ったそこには向井さんがね、プロデューサーがいて、なんだやらせるよ、で今度一緒に繋がってんだよ、世帯系。そうですね。ということはイベントがあったら司会はショッカー大野さん。あ、つながってください。はい、そうね。仙台なり福岡なり連れてってあげてください。はい、あ、全然。それこそアニメ友の会の第一期僕入ってましたからね。わお。そうだったの。あの緑色のお財布持ってました。ウォレットね。あとタブロイド版で、ね、あれで年間3000円払うと、はい、もうイベントどこ行ってもいい。そうなんです。なるほど。そういうことつながってる。やばい。やばい。今それびっくりだ。ちょっとびっくり。ごめんね。先生ありがとうね。ね。それこの作品で男性で。かっこいい男はジュンちゃんにお願い。あ、そうだ、何かありますね。妄想アイメイケメンとか、ね、イケメンの先輩とかね、先生とかね、先生、ね、で、お装役は私間違いない間違いない、ね、でも ね、これからシリーズ化ね、どんどんそうですね、楽しみですね、本当に。で、ショッカーさんもね、はい、宣伝があるんですよね。何や、あ、宣伝あ、そうね、4月だね、まあ、もうほらゴールデンウィークも近いということでございまして、まあ、ゴールデンウィークといえばですね、もう毎年、はい、これ行事でございます。もう20年になりますけれども、はい、スーパーロボットスピリッツライブというのでございましてね、今年もやります。4月の28日と29日がお台場ゼップ東京、ね、そして5月の5日子供の日がですね、大阪へ参りまして、ナンバハッチ、こちらの方でですね、今回も、水木一郎兄貴を筆頭にですね、堀江光子さん、影山博信さん、そして瀬戸ちゃんもね、仲のいい MIQ 三木姉さんとかね、さん、特別ゲストに佐々木勲さんとか、すごい、はい、あと森口博子ちゃんも来ますし、ゴトマーズ歌ってる日浦一歩さんも来るし、ジャムプロジェクトと同じの福山芳樹君とか、もういわゆるもうアニソン歌手 その特にスーパーロボット歌ってる歌手が大集合で、東京はまた初日の28日がガンダム系の、まあ、キングレコード系というか、ビクター系というか、ね、マクロス系というか、その辺の歌がドドーンと来て、で29日は兄貴を中心にマジンガー Z とかゲッターロボとかスーパーロボットやね、もう70年代80年代のみたいな大集合で、オリジナルシンガーが全員集合という形でね、はい、これの司会をもうずっとやらせていただいてるんですが、アニソン好き、ロボット好き、戦隊好きでもううずうずしてる、もう大変よ、もうすごい、とにかく春はロボット、で夏はスーパーヒーローとかアニメソングとかいろんなって、で秋はスーパー戦隊で、戦隊だけ、あ、スーパー戦隊だけ、ゴレンジャーからルパンレンジャーまでみたいな、ルパンレンジャーまで、ね、それはもう11月にもう決まってるんですけども、もうこういう流れでやっぱり春のゴールデンウィークはスーパーロボットという感じでございます。
あれ、ショッカーの兄貴のね、司会見るとね、スカッとするよ。え、これ、申し込みってもう多分いっぱいかもしれないけど、なんか、どうやって。あ、これはもう、主催がバースデーソングというところがございますので、はいはい、そちらのホームページの方に行っていただければですね、もしかすると、指定席とかそういうのはちょっともうソールドアウトかなと思うんですけども、まあ、立ち見とかね、ライブはね、立ち見で見たいっていう方が多いから、まあね、まだまだもしかしたらいけるかもしれませんので、で、分かんない場合は私のショッカー小野のホームページの方から行っていただいても結構でございますので、ぜひチェックしていただければと思います。もう素敵すぎ、全部素敵な、もういろんなことがてんこ盛りやわこれも本当ね。ということでね、本当ね、妄想愛であるっていう、はいはい、ね、皆さんも頑張っていただきたいの、ね、あと兄貴本当に見に行かせていただきたいと。いや、いいです。断る。ミクネーさんに言えば大丈夫ですか。場内戦にかなんかで。場内戦に。スタッフにすいません、出てっていただいてほしいから。でもぜひ本当皆さん来ていただいて、はい、一緒にね、盛り上がっていただきたいと。あの一体感たまんないよね。そうね。本当にね。もうね、2000人がね、こうスピリッツってこうね、一つになる瞬間っていうのはね、もうね、北朝鮮のマスゲームぐらいでした。ピタッとしてすごい。ピタッとしてる。足が止まっててね、いいなと思ってね。最高だと思うんですよ。素晴らしい。はい。ということで、今日のテーマいきたいと思いますが。はい。はい。いちゃん、今日のテーマ。今回のテーマは新年度、あんな先輩こんな後輩、先輩後輩にまつわるエピソードです。はい、あんな先輩こんな先輩、後輩もいるけどね、いろいろと、なんか先輩後輩で、あ、先輩後輩で思い出したけど、はい、僕の先輩ですごいのがいて、やっぱりすごくね、なんかね、すごい真面目なんだけど言ってることが変な先輩がいる。例えば、よかったな、お前な、俺はな、こういうピンチをチャンスに変えてきたんだっていう、はい、たいな、こういうチャンスをピンチに変えてきたとか。逆逆逆逆逆逆チャンスをピンチ、ピンチにしちゃダメだろう。そう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 、はいはい、あとね、あの手ぶらできたのに、お、今日俺はノーブラできたんだっていや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 。まあそうでしょう、というしかない、ね、真面目に言ってんですよ、それ本人ね、俺最近日焼け止めでな、AV っていう、その AV カットしてきたら言うからね。本当本当本当に AV カットね。AV カットね。何笑ってんだおめえってすごい勢いで怒られてる。全然先輩います。笑っていいもんかどうなのね。躊躇しちゃう時あるよね。そう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 。なんかいません、そういう方々とか、いや立派な先輩とか。すごく感動した先輩。そんなあなた3日前からネタ仕込んできた人と一緒にするのはさ、もう突然振られてどうしようかなみたいな。でもやっぱりショッカーさんなんか縦の世界だったからや。はい。僕の先輩はやっぱ怖いですよね。うん、ね、もう本当怖いですけれども、でもほら怖いのは、やっぱりこう一歩間違えると大怪我するし、はい、まあ時には命をね、まあ、ということも、まあ、実際ありましたし、だから本当にそういうところはね、厳しいんですけれども、はい、うん、だけどこう、まあ、後輩とかでもね、ばっかでこいつみたいな、なんでこんなところからマットないのに飛び降りるかなみたいな、あなるほどね、お前大丈夫とかね、でそういうやつはやっぱり中学生ぐらいの頃から、まあ仇の頃から、はい、中学校の4階の校舎の4階、うん、からカーテン伝いで4階3階2階1階って飛び降りてるっていうか、こうシュ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 ッと降りたりとかするやつだったりとか、結構信じられないやつが多いですよね。やっぱりでもかっこいいですね、それ。そうそう、まあバッと見てね、見りゃかっこいいけど、バカでしょ。別にそれ撮影とかならいいけど、ね、ただ単に学校の休み時間にそれをやるとかさ、でもやっぱ僕らの先輩もそういう命知らずのことをこう平気でやってたりとかしてるから、でそうすると負けねえぞってやっぱりこう思って、でまたバカなことしちゃうんだ。で僕らの世界はやっぱ立石とかアクション監督が、やれとか行けって言われたらできませんっては言えないんですよ。そうだ ね、うん、でやれって言われたらはいっつって、で昔真田広之さんの映画で、天守閣から、お城の、もうだから30何メートル、まあ、やっぱ飛び降りなきゃいけない、で広之さんよりもっと高いところからね、そのスタンドインって言って、代わりにまず飛び降りて大丈夫なのを確かめてから、スターさんに飛んでもらおうっていう、でそういう人なんかも先輩がいるんだけど、おいこの位置で大丈夫かとかしたからね、
もうすごいでっかいエアマットっていうのを使うんだけど、はい、30メートル上から見るとね、マッチ箱ぐらいしか見えない怖いよね、わかるわかる、うん、そこへ飛び降りろっつって、で大丈夫かって言うとやっぱりね、あ大丈夫ですみたいな、あじゃあもうちょっとこっちに回してください、はい大丈夫ですよなんて言うんだけど、人の見てないとこでシュッシュッみたいな、やっぱりそういう気合い入れてやるみたいな、やっぱりそういう先輩の姿とか見てると僕らも断れなくなって、そうするとうちの社長とかね、ちょっとイカれた社長だったからその時はビルの3階ぐらいだったんですけど、遊園地のショー、はい、仮面ライダーのショーかな、はい、で、おーの、あここ3階からな、一人飛び降りるからお前も行っとくかで下は プール、うん、深さ80センチの、はい、80センチ腰ぐらいしかない、よくほら、ね、市民プールって高飛び込みで10メートルから飛び降りますって言うと、はいはい、だいたいプールの深さ5メートルぐらい、そうですね、それは80センチ、別に飛び込む用のプールじゃないから、普通にあの冬場はゴンドラかなんか流してるような流れるプールみたいなところにそこへ落ちろと、でショーの最中に怖そうで、まあ、もう一人の先輩はもうすごいそういうの慣れてる人だから、まあ、その人は飛び降りると、そこへまた新人のお前行けるかみたいな、でそうすると行けるかと言われたら行けませんって言えないじゃないですか、で、あ頑張りますみたいな、やりますみたいなことでなってたら、あ危ないからな、足から行けよいしょって、普通によいしょって飛び降りろみたいな、はい、それ絶対両足骨折しますから、はい、でと思ったんだけど、その一緒に飛び降りる先輩が、ね、大丈夫だからギリギリまであの空を飛ぶ感じでギリギリまでピューッと飛びながら、はい、落ちる寸前に頭をくるっと入れると背中から落ちると、全身でバシャーンと受ける水の衝撃をだいぶ和らげるから、そうすると大丈夫だよっていう、そのアドバイス一言を本に書いてありましたね、はい、今三井先生がそのページを出してくれました、本に書いた、もうこれは読まなきゃね、打ち合わせをしてたかのようにね、三井さん出してありがとうございます、はい、だそういうことをだから、ね、やらされたななんていうことがありましたけど、やっぱりそれは先輩とかの見て周りを見てってことです、ね、いい先輩ですね、いやでも本当にそれちゃんと教えてくれて、ね、あのお前ならできるからっていう自信を持たせてくれたね、 ありがたいですね、よかったですね、はい、三井先生はそうですね、どうしましょう、脚本家ってそういう先輩後輩とかってどうなんですか、あの脚本家やっぱね、 はい、ある意味弟子入りみたいなところが多いと思うんですけど、やっぱ師匠がいて、でその師匠周りにいるいろんな人たちが、まあ、やっぱりいろんなことを教えてくれて、まあ、まず教えるのは酒の飲み方と博打の打ち方そっちだ、酒の飲み方博打の打ち方、でもやっぱね、あのもう今はそうじゃないんですけど、やっぱ私らが入った二十数年前はやっぱね、あの脚本家は、まあ、演出家さんもそうなんですけど、はいはい、あのアニメをやりたくて来た人じゃないんですよ、当時はね、映画とか実写とかをやりたいんだけどやれなくて仕事なくてアニメの本書いてますとか、あの映画のフィルム撮りたいんだけど行けなくて、でアニメもフィルム扱ってるからそっちやってますみたいな方がいて、だから本当あのアニメが好きで入ってきたんですって言うともね、睨まれる時代だったんですよ、アニメなんか見てちゃダメだっていう、ああそう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 、ね、そうだ、もう軟弱者みたいなね、だからやっぱりそのね、もう必ずちゃんと小説は読めとか、映画はちゃんとね賞を取ったものはちゃんと見といてっていう、あのアニメ以外のものを勉強しろって言われましたよね、でも今本当逆に言うと、今は本当アニメが好きで入ってきちゃう人だから、はい、アニメ以外を知らないんで、そう知らない人多いですよ、本当にそうですね、そうすると逆に言うと、もうだからあの書いてるものが今までのアニメを縮小していくだけになっちゃってて、だから本当私らが入った時は、あいいこといっぱい教えてもらったなと思いましたね、ですね、でもだんだんそういう風にまた変わっていくんじゃないですかね、なってくれればね、気づいてくれるといいなとは、まあまあ思うんですけどね、逆にある意味現役に近い若い子たちは、はい、でもアニメが好きで入りましたねこれから気分ですよ、そうですね、もうゆいちゃんとかそうだね、アニメ好きですみたいな、ね、だ声がまた癒されますよね、ゆいちゃんもね、そうです、ゆきちゃんもそうだな、アニメが好きで、私は、海外ドラマが好きで、お海外ね、海外だ、海外だ、はい、外だ、うん、からですね、はい、知ったの、はい、なるほど、俺もね、子供の頃ね、外が大好きでいっぱい見てた、ジョン&パンチとかね、はい、あジョンパン知らないですよあとジャジャオマオカマンチョータ知られない、なんでそんなすっごい昔に行くのでも僕らの、ね、例えば声優だとやっぱりね、宝物は、はい、雑談する場所にある
っていうのはやっぱりすごく気がつきました。先輩たちで、であの、まあ、今はないけど昔僕お茶組とかってやってたんだよ。そうです。だから先に入って先輩よりも入って、で、あ、この先輩は例えばコーヒーとか日本茶が好きなのかなっていうところから始まってったりとかしてて、そうで、それで名前を覚えてもらったりとか、で、あの先輩たちが話してる中にちょこんとこう入っていくっていうのがすごく僕は楽しくって、と失敗談だったりとか、なんか武勇伝だったりとか聞くのがもう本当にプラスになったんだよね。あ、なんか僕もお茶組やりましたもん。やったよね、あの当時ってね。あの東映でしたね、僕はお茶組ずっとやった。ニュージャパンスタジオでやりました。はいはいはい、お茶すごい懐かしい。ニュージャパンね、あそこのあの東京タワーの下の ね、 そうでしたね。ちょっとトイレが匂うんだよね。そうなの、そうなの。赤いごめんなさい、こうやって、興奮しないようにでももう純ちゃんとか瀬田ちゃんもほら長いから、うん、やっぱりすごい先輩たちとご一緒してたりするわけでしょ。もうね、レジェンドと呼ばれる方、ね、そう、今レジェンドの方々が、ね、だってもう僕たちの時代はね、あのアフレコスタジオね、先輩がねウイスキー飲んでんのよ。飲むか飲んでやったら調子いいぞって、飲んだら何も言えなかったってあってなっちゃう。いろいろいろ、本当にあの、例えば名前出せないんですけども、はい、あのマネージャーが、はいはい、あのお酒買ってきてねって言うかもしれないけど、うん、あの君たち絶対買いに行かないねねっていう、なんかお立ちにあげるからとかってこっそり渡すの、ウイスキーボトルと、うん、酒屋さんに行ってとかいけないいけない。だから昔のその役者さんっていうか侍が多かったですよ ね、 そうね、うん、いわゆる侍が、うん、ね、だって今日これも言えないシリーズね本当にスタジオの片隅に女の子呼んでたとかさ、そう、ね、そうなの、うん、で後輩がこう呼びに行って、先輩あの出番ですけど、あ、そう、ちょっと待っててねっつって女の子待たしてでアフレコちょちょちょってやって、出番終わったらまたこうゴソゴソってスタジオの片隅に来て、で女の子とイチャイチャしてる人とかね、伝説ですね、うん、でずっとおせんべい食べてる人とかね、おせんべい食べてる、そうそう、ボリ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 録音中だろうみたいな、入らないんですか、そうそう、ボリ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 食べてる、もうすごいわ、もういろんな先輩いますけどもね、まあ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 、そうやって揉まれていくということでね、はい、あと後輩も揉んでいくということで、どこ揉むんだい言い方がいやらしい、はい、ということで、なんで一気にセクハラ話にするからセクハラでまとめるね、はい、ということで、もう時間となりました、はい、ということで、いっちゃん、インフォお願いします。はい。ほんのりさじ加減では、皆さんからのお便りを募集しております。メールアドレスは、さじおた@yahoo.co.jp、さじおた@yahoo.co.jp です。よろしくお願いいたします。はい。もう一回じゃあ告知を、ね、はい、お願いいたします。じゃあお願いします。はい、はい、妄想はアイデアル、ドラマ CD4 月に発売になります、詳しくはあのホームページ等を見ていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、そして、スーパーロボットスピリッツライブは4月の28、29日がお台場ゼップ東京、5月5日、子供の日が大阪ナンバーハッチでやりますのでね、詳しくは、バースデーソングホームページか、まあ、もしくは、まあ、ショッカーのホームページ見ていただければと思います。はい、はいね、それでは次回までほんのりさじ加減。ほんのりさじ加減。ゴールデンウィークはスーパーロボットスピリッツで僕と握手。ボテ。では今回はこの曲でサイバーフォーミュラから17の未来。